義龍。いいか義龍、これからこの先のリングで3人の男と連続で戦ってもらう。ルールは素手であること以外には特にない。好きに暴れてもらって結構だ。高額な金の代償だ。強い奴とやってもらう。で、3人に勝ったら仕事をしたと認めてやろう。どうだ、分かったか。準備ができたら声をかけてくれ。またな。準備できたか。おっと、武器か防具を装備してやるな。そいつは禁止だ。外してくれ。またな。いいか義龍、これからこの先のリングで3人の男と連続で戦ってもらう。ルールは素手であること以外には特にない。好きに暴れてもらって結構だ。高額な金の代償だ。強い奴とやってもらう。で、3人に勝ったら仕事をしたと認めてやろう。どうだ、分かったか。準備ができたら声をかけてくれ。またな。準備できたか。せいぜい観客を盛り上げてくれ。じゃあな。レディースジェントルメン、ここで飛び入りのファイターが登場です。10年前、堂島の竜と恐れられ、自分の組長をその手にかけた仁義なき国王、キルカズマ。迎え撃つはここまで2人勝ち抜き、米国第9殺人逃亡犯ダニエル・フェルドマン。さあ、時間無制限、ルールなし。
今次の挑戦者が決まったようです。驚きです。なんと負け知らずのあの男が帰ってきました。過去3年このリングで全勝無敗、ベガスの地下リングチャンピオン、グレイ・バスター・ホーズ。よう、また会ったな。奇遇ですね、キルザ。即死と副上司、お好みは？その日本語、意味分かって使ってんのか？無敵の極道隊、無敗の地下王者、注目の一戦、今、ゴングです。いいか、キリュウ。これからこの先のリングで3人の男と連続で戦ってもらう。ルールは素手であること以外には特にない。好きに暴れてもらって結構だ。高額な金の代償だ。強いやつとやってもらう。で、3人に勝ったら仕事をしたと認めてやろう。どうだ、わかったか。準備ができたら声をかけてくれ。またな。準備できたか。せいぜい観客を盛り上げてくれ。じゃあな。レディース・ジェントルマン、ここで飛び入りのファイターが登場です。10年前、堂島の竜と恐れられ、自分の組長をその手にかけた仁義なき極道、キルカズマ。迎え撃つはここまで2人勝ち抜き、帝国第9殺人逃亡犯、ダニエル・フェルドマン。さあ、時間無制限、ルールなし。
進撃が止まりません。おっと、今次の挑戦者が決まったようです。驚きです。なんと負け知らずのあの男が帰ってきました。過去3年このリングで全勝無敗、ベガスの地下リングチャンピオン、ゲリー・バスターホース。よう、また会ったな。奇遇ですね、キルザ。即死と復上し、お好みは？その日本語、意味分かって使ってんのか？無敵の極道隊、無敗の地下王者、注目の一戦、今、ゴングです。すぐ終わらすね。次はお前が仕事する番だぜ。安心しろ、約束は守る。俺はフェアだって言ったろ。